さんこんにちは、かっちゃんです。電球焼けということで、今日は栃木まなみさんリクエストなんですが、ファミリーマートのロールチキンの再現お願いします。鶏肉が大好きなので鶏肉料理の動画も何度も見ていますというリクエストいただきましたので、結構前からファミリーマートさんのカウンターフーズに大葉とチーズをお肉で巻いたロールチキンっていう商品が売ってるんですけど、私もね鶏肉好きなので何度か食べてて、すごい美味しいなと思いながら食べてたんですけど、今日はリクエストいただきましたので、ファミリーマート風ロールチキンを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。鶏、もも肉の余分な筋を切り落とし、フォークで数箇所穴を開け、では少しこういうお肉の塊があるところは均一な厚さにしたいので、少し切り込みを入れて身を広げながら均一な厚さにしていきます。身を広げたら2等分し、醤油大さじ2、みりん大さじ2、酒大さじ2、砂糖大さじ1と2分の1、すりおろしにんにく小さじ1、ブラックペッパー少々を加え混ぜ合わせ、下処理した鶏肉を調味料に加え、1時間ほど途中で上下を入れ替えながら漬け込んでおきます。大葉は茎の部分を切り落とし、水洗いしたらキッチンペーパーで水気を取っていきます。はい、では今回中に入れるチーズは、食べた感じね、どっちかっていうと味はあっさりめの、あんまり濃厚さのないようなチーズで、溶けにくいようなチーズを使っていると思うので、ベビーチーズのブレンドものを使用して作っていきます。ベビーチーズを2等分し、大葉を上下反対にしてこのように重ね合わせたら、両端をまず入れ込んでくるくると巻いてチーズを包んでいきます。では今鶏肉を1時間ほど漬けておいたので、アルミホイルを広げてタレに漬けた鶏肉を皮目を下にしておいたら、大葉を巻いたチーズを中心から少し下に置いて鶏肉で包んだら、できるだけきつめにしっかりとアルミホイルで巻いていきます。包む前に魚焼きグリルもこの時点で温めておいてください。鶏肉を包み終えたら、温めておいた魚焼きグリルにホイルに包んだ鶏肉を並べていきます。5分加熱していきます。おいしくなれなれ、おいしくなれなれ、止めて止めて、自分で止める。はい、で裏返したらさらに5分加熱していきます。はい、では加熱し終えたら一旦鶏肉を取り出していきます。では取り出したらこのまま余熱で火を通しながら粗熱が取れるまで冷ましておきます。はい、では今30分ほどで粗熱が取れたのでホイルを剥がしていきます。こんな感じに出来上がってます。まだね完全に火は通ってないんですけど、ある程度火が通って、この後またね魚焼きグリルで焼くので、これくらいの状態で大丈夫です。くっつかないように薄く油を塗ったら鶏肉を並べていきます。鶏肉を並べたら、だいたい強火から中火で表面をこんがりと焼きながら中にしっかりと火を通していきます。少し漬け込んでおいたタレが残ってるので、特にこのブラックペッパーがねそこに沈んだりしてるので、表面にハケでタレを塗りながら両面焼いていきます。
ては鶏肉に火が通って表面にこんがり焼き色がついたら完成なので取り出していきます。はい、では今こんな感じに焼き上がりました。では焼き上がったので1個試しに切ってみましょう。こんな感じに出来上がりました。はい、ではこんな感じでファミリーマート風ロールチキンの完成です。はい、では今回はリクエストいただきましたファミリーマート風ロールチキンを作っていました。それでは本日はもぎたて爽やかパインで乾杯。乾杯。くー、爽やか。じゃあ早速いただきましょう。私も結構コンビニ好きなんで行った時に気になって食べたんですけど、すごいねお肉が柔らかくって、結構サイズは小ぶりに見えるんですけど巻いてあるのですごく食べ応えもあって美味しい商品でした。なんか多分ね個数限定とかなんで売ってないファミリーマートさんもあるかもしれないんですけど、うちの近所のねファミリーマートさんではまだ売ってました。じゃあこのままねワイルドにいただきます。ジューシー。あ、おいチキン、おいチキン。うん、鶏肉1枚をほんと半分に切ってそのまま中にチーズを巻いてるのでめちゃめちゃ肉厚で、本来はオーブンとかで焼いてると思うんですけど、今回は扱いやすい魚焼きグリルで焼いてみました。ホイルで巻いて魚焼きグリルで火を通すことによってお肉が硬くならず柔らかいまま仕上がって、最後にタレを塗りながらカリッと焼き上げた表面がまた一味美味しいロールチキンに仕上がってると思います。うん、でタレは醤油をベースとした和風味に仕上げて、ちょっとねブラックペッパーでピリッとした感じを出すと本家っぽく仕上がると思います。もうちょっとなんかコンソメとか洋っぽい感じでもよかったような気もするんですけど、まあ、これはこれですごく美味しいチキンです。で中に入ってるチーズも割に本家のやつも淡白と言いますか、すごいねシンプルな感じの味のチーズで、ベビーチーズに一番味が近いと思います。それを大葉で巻くことによって焼いても中からチーズが飛び出ず、大葉とチーズ、鶏肉がよく合ったすごく美味しいレシピだと思います。で本家のやつもすごくお肉はしっとりで胸肉かなとも思ったんですけど、結構ね皮はぎっしりついてる感じでお肉はさっぱりしながらもすごいジューシーなので、もも肉を使ってるんじゃないかなと思います。もも肉をふんだんに使ってこのジューシーな感じがすごく美味しいロールチキンです。でお肉はすごく柔らかいので冷めた状態で食べてもすごく美味しく食べられると思います。これからの時期ね運動会だったりとかお弁当に入れたりして少しね時間が経っても美味しく食べられるレシピだと思います。うん、はい、ということで今日はファミリーマート風ロールチキンを作ってみた動画でした。ジューシーな鶏もも肉をアルミホイルで包んで焼くことでお肉が柔らかいまま仕上がって、肉厚の鶏肉と中に入れた大葉とチーズがよく合った美味しいレシピだと思います。私もねすごいファミリーマートさん食べて美味しいなと思ったんですけど、ちょっと形がいびつな形をしてるんですけど、本当アルミホイルで包んで焼くだけなのですごく簡単に作れますし、ファミリーマートさんでもまだ売ってる店舗は売ってると思いますので、ぜひ買いに行ったり自宅で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイチキン。チーズとチキンと大葉、三大好物。